どうも、今回は平成ジャンプの高木優也さんの性格と恋愛運を見ていきたいなと思います。高木優也さんの性格は肉体的にも精神的にもタフで弱ることがありません。いつもプラス思考で自分中心に行動します。また社交的で自分を上手にアピールします。外見も素敵ですが、あまりにも洗練されすぎていて隙がないため、人が気やすく近づける雰囲気がなく、意外に孤独な印象があります。性格も控えめで、自分からリーダーになろうとはせず、トップに立つよりみんなで調和して同じ立場にいる方が責任も軽くて気持ちが楽で好きです。愛やお金にも恵まれ、苦労知らずで親から早く離れて生活することが多いでしょう。強いエネルギーは晩年になっても変わらないため、自分のやりたいようにして波乱を起こし周囲を驚かせそうです。高木優也さんの恋愛運は自信家で魅力があり、コミュニケーションを取るのも上手なのでモテます。女性全般に優しく親切で、その気があるような素振りをするので、女性がすぐに反応して追いかけられることも多いでしょう。でもその軽さの割には自分から簡単に好きになることはほとんどありません。ただ一旦好きになるととことん好きになり、しつこくアタックして相手をその気にさせます。みんなが憧れる容姿端麗な女性に果敢にアタックし、かなりの確率で成功させるでしょう。女性を大切にして可愛がるので、女性の方もよく尽くしていい男女関係を築くことができます。今回は平成ジャンプの高木優也さんの性格と恋愛運を見ていきました。